僕は獅子雄。地味な名前を持つ僕は一族で一番年下の鹿人だ。生まれて間もなく一族と一緒にふるさとを離れた。物心がついた時から僕はみんなに守られている。でも渡りの旅はあまりにも辛く長かった。みんなが目の前で次々と倒れていくのを危険だ見ていることしかできなかった。みんなは目を閉じる前に僕に教えた。獅子雄、強くなれと。僕たちの故郷を守るんだ。しかし強さとは一体何なのか。みんなが僕から離れた後、僕はいろんなところへ行った。でも胸から溢れそうになる悲しさが消えない。僕は寂しくてどうしたらいいかわからない。そして僕は七角山のみんなに出会った。彼らはひ弱な僕のすべてを受け入れてくれた。みんなのおかげで僕はやっとわかった。心を開いて笑うこと、助け合って戦うこと、それから心を縛る茨を断ち切ることを教えてくれた。七角山のみんなは出身も能力も違うし血もつながっていないけど、僕たちはみんなで互いに頼り合うことができる。僕は一人ぼっちじゃない。今なら真の強さが何なのか分かった気がする。強さとはたとえ僕一人だけしかいなくても大切な思い出や大切な人々を守るために力を尽くして歩き続けることなんだ。無駄な努力だなんて諦めるな。それでも前に進むんだ。この命が燃え尽きるまで。僕は森の心をもう一度作り出す。失敗した。杖も折れたか。先達たちもこの絶望に陥ってしまったのだろうか。これが最後の奥の手だ。魂の息吹を木に宿すか。なら僕のすべてをこの森に刻もう。森の力が木々の方へ集まっている。なのにそこにとどまろうとしない。森の心の力が半分欠けているからだ。鹿人が憎しみで忘れたとしても、僕は森の心の最初の姿を決して忘れない。森の心は人間と鹿人との絆でできたものだ。人間と鹿人の平和の証だ。僕があの時唯一生き残った人間だった。そして今やっと
最後の鹿人に会えた。獅子王、黙っていてごめん。君は優しいから、きっと納得してくれないだろう。でも、悪いのは人間の方だ。獅子王、僕の魂を、君が前へ進む力に変えるから。獅子王、森の力で、最後の道を進め。この森に、森の心を取り戻すんだ。聞こえた。森の鼓動だ。森の心が応えてくれたのか。無数の魔物がまた襲ってきた。だけど、僕は諦めない。絶対にこの森を救うんだ。歯を食いしばれ、獅子王。もう、間に合わない。森の心が、また消えた。獅子王、何を迷っている。ここは我らに任せろ。みんな来てくれたのか。みんなのために力を尽くし証明したい。はい、そこだから。もう一度やってみる。風はお前と共にある。もう一度だ。顔赤くなってるぞ。もうよして。僕は諦めない。家族を諦めない。何度でも。獅子王、やったね。最後の鹿人よ。私たちの魂は常に森と共にある。私たちが授けた祝福により、その力で森を守り唱え。声が今こそ光を取り戻そう。太陽の光が差し、